毎度、物理系研究室、非公式 VTuber、小田井涼子です。前回の動画、見ました?研究室にめっちゃでかい YBCO が導入されたんです。ってことで、今回は、このでっかい YBCO を使って、ベイブレードを動かします。前回まではベイブレード側に超電導体をつけてましたが、今回は土台が超電導、ベイ側は磁石です。今回は本気で浮かせますよ。ベイブレードも買い足してきました。まずは、ループドライバーにネオジム磁石を埋め込んだやつです。Z アキレスと8ダッシュの組み合わせでいきます。理由は特にないです。1センチでピニングしていってみましょう。前回の浮き具合を見てたら期待できますね。じゃあ行ってみましょう。Z アキレス、8ダッシュ、ループ、マグネット。5、シュート。あれ?普通に回ってますね。紙が入らないですね。なんのなんの。次は、アトミックのボールをネオジム磁石に変えました。ガイストファブニルとトゥエルブディスクで合わせます。さっきより磁石と超電導体の距離が近いんで、これなら浮くはず。浮く気配を感じます。よし。行きます。5、シュート。なぜ浮かない?ちょっとスタジアム取りましょう。5、シュート。あらら。旧型の磁石だとバランスが悪いんかな。ちょっとうまくいきませんね。もっと大きい円盤みたいな磁石なら浮くはずやと思うんですよね。けど、それだとベイに入んないんですよね。入んないんなら作るか。設計して。プリントして。はい、オリジナルベイです。磁石を中に入れれるディスク一体型ドライバープラス QM レイヤーになってます。青いですし、フライングブルーって名付けました。フライングブルーでレッツフライング。ちなみに普通に回ります。今度こそ3度目の正直。これは生きる。行ってみましょう。5、シュート。お、いい感じにピニング効いてますね。下に紙も入ります。これは、どう見ても浮いてますね。大成功。せっかくなので、どれくらい回るかチェックしてみましょう。5、シュート。いいですね。曲がる曲がる。結構しぶといですね。なんか、ベイブレードっていうか、ハンドスピナーの動画みたいですね。そろそろ止まりそう。逆回転しだしちゃった。ってことで終了。10分以上回りましたね。というわけで、ベイブレードで磁気浮上動画でした。これは、胸張って成功って言っていいですね。でかい超電導のパワー恐るべし。せっかくなんで、ベイブレード動画らしく対戦して終わりにしましょう。フライングブルーです。3、2、1、5、シュート。
いいですね。ガイストファブニル12アトミック MG5 シュート。回転ほぼ止まったけど動いてないからセーフ。勝った。もう一戦いっときましょう。5シュート。今度は Z 空きです。8ダッシュループマグネットです。マグネット意味ないけど。あ、もう一戦。5シュート。 Z アキレス8ダッシュループマグネット。5シュート。これこれ、弾いても戻ってくるのがピニングの強みです。おお、今度は勝ちましたね。それじゃあお相手は物理系研究室非公式 VTuber 個体良子でした。次は超伝導抜きで浮かせたいですね。コメントお待ちしてます。チャンネル登録、高評価、コメント、Twitter フォローよろしく。それでは次回もよろしやす。